はい、ズキです。今回は11月4日に国内発売された全本9のおすすめ設定変更をやっていきたいと思います。コンパクトなスマートフォンだけに設定を少し変更するだけでかなり使いやすくなると思いますので、ぜひご参考にしてください。これまで全フォン9については全モデル全フォン8と比較した開封レビュー動画と、もう一つの注目端末ピクセル7と比較した検証動画をアップしていますので、未視聴の方はぜひ合わせてご視聴ください。全フォン9の売れ行き自体は結構好調のようで、キャリア取り扱いがないのにもかかわらず集計期間3日で BCN の週間売れ筋ランキング50位以内にランクインしたり、価格 .com の人気注目ランキングの5位に入ったりしています。コンパクトスマホというと求める声と実際の需要にかなりギャップがあるとも言われますが、全フォン9はハイエンドなコンパクトスマホとしてかなり需要があるようです。ではやっていきたいと思います。まずは開封レビュー動画でお伝えしきれなかった部分として、ディスプレイのダブルタップ設定を見ていきます。デフォルトの設定ではダブルタップしてもスクリーンオンにはなりませんので、設定項目の拡張機能下段の方にあるジェスチャー操作で設定をオンにします。ダブルタップでスクリーンオンだけではなく、スクリーンオフの設定も、そしてスワイプアップ起動もオンに設定することができます。これによりダブルタップスクリーンオン、ダブルタップスクリーンオフ、スワイプスクリーンオン、以上の操作が可能になります。このジェスチャー操作項目ではこれ以外にも端末を持ち上げてスリープ解除設定やひっくり返してミュート設定、その他にも様々なジェスチャー設定が可能になっています。適宜試してみて自分に合う項目をオンにしてみてください。通常こういった処理をするとバッテリー持ちは悪くなるんですが、全フォン9バッテリー持ちがかなりいいのでそれほど気にしなくていいと思います。そしてこの拡張機能のジェスチャー操作項目には売りの一つでもある背面ダブルタップ操作のオンオフ切り替えもできます。設定できる操作としてスクリーンショットやカメラを起動、 Google アシスタントを開くなどがありますが、私は結構誤操作が多く感じるのでオフにしています。誤操作しないという方はぜひ設定してみてください。その上にある片手モードはコンパクトな全フォン9のディスプレイをさらにコンパクトにする設定で、オンにすることでどちらか一方の設定が可能になります。例えば画面を縮小する場合には縮小する範囲を設定することができます。このラインが一番低い設定、縮小した設定になります。この状態からアンダーバーヒントをスワイプすればディスプレイの上部が下にずれてきて、さらに片手操作がしやすくなりました。アンダーバーヒントをスワイプするのが得意でないという方用にショートカットキーをオンにすることもできます。これによりタップで縮小、タップで元に戻る、こういった操作が可能になります。これについてはボタン表示以外にも音量キー長押しでの操作設定も可能です。さらにその下にあるスクリーンレコーダー設定やスクリーンショット設定、あるいはタッチ感度に関する設定もありますので、このあたりも適宜自分が使いやすいようにオンオフ切り替えしてみてください。これからの冬場を考えると手袋モードはオンにして使うと良いかもしれません。なおスクリーンショットについては電源ボタンの長押しから画面の保存で行うこともできますが、一番先頭に戻ってスマートキーで2回押す設定、あるいは今チェックした長押し設定でカスタマイズすることで撮影することもできます。2回押すは音声入力になっていますが、この機能私は今あまり使っていないので、カスタマイズ、デフォルトでクイックアクセスにラジオが入っていると思いますが、ネジボタンメニューを開いてスクリーンショットにチェックラジオを入れれば、電源ボタンスマートキーの2回連続押してスクリーンショットを撮ることができます。このカスタマイズクイックアクセスとしてスクリーンショット以外に Wi-Fi 設定や電話の発信、電卓や時計など様々な設定に変更することができますので、このあたりも適宜自分に合う設定を探してみてください。もちろんクイックアクセス以外にも任意のアプリを開く設定も可能です。例えば Twitter を設定しておけば2回押しですぐさま Twitter が起動します。そしてスマートキーといえば、開封レビュー動画でも実演しましたが、スワイプ操作設定が便利です。私はスワイプでウェブページの先頭最後に移動するを選択していますが、通知のチェックに利用するのも便利だと思います。その下のモバイルマネージャーでは端末を最適化することができます。ゲーミングスマホ ROG フォンにもあるゲームジーニーでは
ゲーミング登録やゲームプレイ中に関する様々な設定が可能です。ツインアプリの設定もこの拡張機能から可能です。エッジツールをオンにすればサイドから素早く任意のアプリを呼び出すことができます。その下にあるオプティフレックスは任意のアプリの再ロードを減らす設定です。そしてグレーアウトしているアクセサリー項目ですが、オフィシャルアクセサリーが発売されていて、こちらがその一つ、コネックスアクセサリーセットです。使い方も記載されていますが、セットするだけで先ほどまでグレーアウトしていた項目が使えるようになり、スタンドの設定方法などがアナウンスされます。一つはカードケースで、もう一つはスタンドになっていました。ちょっとお高めですが、その他にもスマートバックパックマウントも用意されていますので、気になる方は動画説明欄リンクより ASUS 公式オンラインストアをチェックしてみてください。と、拡張機能を中心に見てきましたが、クイック設定などももちろん変更可能ですので、適宜自分に合った設定に変更するといいと思います。全本の UI、全 UI は Wi-Fi 設定とモバイル通信設定が分かれていたり、その他にも多様な設定、タイルが用意されているので、設定の違いがあると思います。ホーム画面設定では、アプリロックや、アプリの非表示、そしてホーム画面設定で様々な設定変更が可能です。例えば、無限スクロールをオンにすると、一般的なディスカバーがなくなり、ホーム画面を一周することができるようになります。カメラについては、もともと片手操作しやすい設定になっていますが、さらに夜景モードなど自分がよく使うモードを集めておくとより操作がしやすくなると思います。なお、スタビライザーについてガイド設定もありますので、こういった撮影に不慣れな方はオンにしておくといいと思います。その他、タッチしてピントを合わせたところでシャッターを切るタッチシャッター設定も可能です。最後にキーボード設定では、片手モード設定にすることもできますが、この場合さらにコンパクトになってしまって文字入力がかえってしにくくなると感じたので、自分の場合、設定のキーボードの高さを標準からやや高いに設定変更したところ、キーボードが打ちやすくなったと感じたので、この設定で使っています。はい、ということで、ZenFone 9をもっと片手操作しやすくなる設定変更を中心に便利な設定を見てきました。ご参考になれば幸いです。引き続き使用感レビューもやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。この動画がご覧いただいた方のスマートフォン選びの一助となれば幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。